こんにちは、ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今回はコンパクトワイヤレススピーカー SRS-XB100 のご案内をしてみたいと思います。スマートフォンとつなげたい最初のコンパクトワイヤレススピーカーになると思います。早速ですが、ちょっとつなげてみましょう。どんな感じで使えるものなのか。こちらに電源ボタンがあるので、これを電源ボタンを押します。お、いい音しますね。さあ、これでもうこちらの方とつながりました。初期設定は必要なんですけども、してあるので、そうすると一発でつながります。で、曲を再生させてみると、このようにしてスマートフォンの、音声出力をスピーカーで出すことができます。スマートフォンのスピーカーで聴いてる時よりもはるかにいい音で聞こえるかと思います。そしてこのワイヤレススピーカー1台で買えるのではなくて2台揃えるともっと面白いことができます。ちょっとこちらの2台目のワイヤレススピーカーの電源を入れます。そしてここに、Bluetooth のボタンがあるんですけども、これを、両方とも同時に長押しします。これでステレオペアになったので、これで左右が同期してですね、ステレオで再生できるようになります。もうつながっているので、こちらでちょっと再生します。先ほどと違ってステレオで音が鳴っています。そして面白いのはこれ、 どっちのスピーカーでもいいんですけども、こうやってボリュームをいじると連動して両方とものボリュームがこうやって下げることができます。再生停止もこれでできます。また再生を始めるときも片方どちらでもいいので、ボタン操作すればこのようにして使うことができます。1台でも使えるし、2台あるともっと楽しく使えるというのがソニーのワイヤコンパクトワイヤレススピーカーになります。私は今までですね、これの前の前の形になるんですけども、 SRS-XB12 というモデルを使っています。今でも使っています。どんな時に使うのかっていうと、お家でですね、テレワーク作業をする時、もしくは PC で動画の編集作業をする時などは、 PC とこれ連動させて PC の両脇にこうやって置いて、パソコンのスピーカー代わりとして使っています。それと他にスマートフォンと接続して、映画を見たりということでも使えるんですけども、自宅にいるとき、さすがに僕はですね、ブラビアがあるのでそっちで映画とかは見るんですが、スマートフォンのゲームとかですね、こういったときはこの2台のスピーカーを使うと、ステレオ感のある音声でゲームを楽しむことができるので、そういう利用の仕方をしています。使い始めてもう2年ぐらいになるんですけども、ここからだいぶパワーアップしてます。使い比べてみて分かったのは、まず低音ですね。低音域が随分これ出るようになっているというか、こちらもサイズなりにこんなちっちゃいスピーカーでこんなに低音になるのというぐらいの音の鳴りはあるんですけども、それをさらにパワーアップした感があります。そして、これがですね、一番にくいんですけども、ここ、ぷくって向くとですね、ここに USB Type-C の端子があります。SRS-XB12 はですね、まだこれマイクロ USB なんですね。ほとんどのものが今もう Type-C に統一されつつあるので、これはちょっと羨ましいかなというふうに思います。そして、それともう一つは、こちらのスマートフォンでですね、Music Center アプリに対応していることです。こうやってミュージックセンターアプリの方から、再生できるアプリとかっていうのはこうやって出せるし、無線なので接続できてるのかな、どうなのかなというのもこちらでモニターをすることができます。なかなか使い比べてみると非常にいいかなと思います。そしてこれも目玉といえば目玉なんですが、私の XB12 だとここをですね、こんな感じでちょっと向いてボタンをスラップをつけ外ししなきゃいけないのでちょっと力いるんですけども、こちらの XB100 新型の方はですね、ここのフックになっているので、これをよいしょ抜くだけで簡単に、紐を通すことができます。これリュックとかにつけて
山歩きするときに鈴代わりにあの音楽鳴らしたから歩くというのもいいんですけども、これはあれですよね、あのテント張ってキャンプサイトでですね、あのどこかにあのタープにこうやって引っ掛けておくとあの音が鳴らしてくる。そして2個あればステレオで音が鳴らすことができますので、よりあの臨場感のあるあのことが音が楽しめるんじゃないかなと思います。去年、まあ今アウトドアでですね、あのキャンプサイトで音楽鳴らしていいところってあんましないんですけども、あのほぼ無人でキャンプできるところを僕見つけて、川の博物館という埼玉県にある、ところなんですけども、そこの前にあるキャンプサイトで、スピーカーを鳴らして音楽を楽しんだことあります。これ複数台置いてですね、その間にテントとか置いてみるとまるでドラマとかあの映画のワンシーンに入り込んだような音で楽しめるので、とても楽しかった思い出があります。新製品です。ぜひご検討になってみてください。 SRS XB100 の紹介でした。